はい、はい、あら、うまそうですね、これ。どうも、料理の兄さんです。はい、ということでですね、今回は私まだ行ってきもんないということで、チコジでございます。今回はですね、至高の中華丼、皆さん大変お待たせしました、中華丼でございます。中華丼の作り方、かなり皆さんね、気になる方いらっしゃると思うんですけど、僕の中華丼はね、簡単です。で、基本の作り方さえ覚えておけば、具材は結構変えられるんで、すごくね、応用の効くレシピになってます。とにかくね、タレがうまいっす、僕の中華丼は。ということです、今回は至高の中華丼を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。豚こま 50g、シーフードミックスとうずらの卵だと、キクラゲです。キクラゲとシーフードミックスはこれね、解凍とふやかし行っていきますんで、小松菜 50g で、白菜が 100g で、人参、まあ人参彩りですね、なくてもいいんですけども、あった方が綺麗で美味しそうに見えます。 20g で、あとタケノコが 30g、 以上の食材でございます。まあ概要欄にね、詳しいこと書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。あと調味料がもう概要欄に書いてあります。もう全部概要欄、とりあえずうちのレシピは概要欄に全部書いてあるんで、概要欄見てください。あの動画見るのめんどくさかったら。はい、ということで、今回至高の中華丼やっていくということでですね、このね、中華丼ね、マジでご飯がズルズル飲めるぐらいうまいんですよ。本当にうまい中華丼ってもうかっこめるじゃないですか。なんでですね、かっこめるっていうのをね、今回キーワードにしていきたいと思います。皆さん、かっこめるって何でしょうかね。いろいろありますね。卵かけご飯とかもかっこ込めますね。中華丼だってかっこめますよ、もちろんね。僕が一番かっこめるっていうのはこちらです。ビアーね、たまには缶のビール飲ましてください。ということで、いただきます。うめえ。ということで、ビールをかっこめながらやっていきたいと思います。じゃあやっていきます。まず大前提なんですけど、お野菜はね、これグラムさえあってれば変えていただいても構いません。必須なのはね、まあ、僕は白菜はあった方がいいと思いますね。まあ、他はあればいいって感じかな、お野菜ね。で、具材も豚こまがあればいいです。シーフードミックスはなくてもよかったりもします。はい、ただ至高を目指すんであれば、これ全部揃えてほしいって感じですね。なかったらあるものだけでもいいです。じゃあね、まずね、やっていきます。まず最初にやっていただきたいのはキクラゲとシーフードミックスね。で、キクラゲはお湯ね、これ、ね、水でも戻るんですけども、熱湯のがね、早く戻ります。はい、だから時間がないときは僕いつもね、熱湯で戻してるんで、熱湯使ってください。はい、こうやってね、そうすると、ね、すぐ戻りますんで、材料切ってるうちにね、戻ると思います。なんでこれで戻してください。シーフードなんですけども、このまま凍ったままでももちろんいいんですけど、これもね、お水これぐらいの量だと、まあ、コップ1杯のね、 200cc ぐらいのお水に、あと塩ね、小さじ1杯ね、200cc に小さじ1杯の塩を入れると海水と同じ塩分濃度になります。海水の浸透圧がね、作用してシーフードはプリッと戻ります。なんで、これをやっといてください。まずこれを最初にやっといてくださいね。お野菜ね、切っていきますね。まず人参なんですけども、まあ、半分に切って、で、ここを、まあ、薄く切ります。人参は、ね、彩りの要素が強いので、まあ彩りだと思ってください。やっぱね、赤がね、生えた方が料理っていうのは美味しく見えます。これね、試しに人参入れないで作ってみたらいいですよ。あの、すげえ地味だから。はい、タケノコも同じ感じでスライスしていきたいと思います。タケノコはね、食感を生み出すんで、中華丼はタケノコはね、入った方がね、中華丼っぽくなりますね。こんな感じで切っていきます。で、全部をね、ね、お米に合うような形でやっていきます。小松菜は、緑が生えるんで、これもどちらかというと彩りの要素になってきますね。小松菜の緑はね、白菜じゃ出ないんですよね。これぐらいの 2-3cm 切ってくださいね。で、白菜はこうやって置いて、ちょっと叩いてって、で、こうやってそぎ切りします。はい、そぎ切りした方が断面が広くなるでしょ。で、そっから水分が出て、非常にね、味が染みやすくなるんですよ。だから僕はね、中華とかだとね、大体白菜こうやって切っちゃいますね。鍋とかでもこういう切り方ありですね。ちょっと大きかったな、ちょっと半分とか切っちゃってね、これね。で、葉の部分はそんなにがっつりそぎ切りしなくてもいいですね、これね。ちょっと洗ったけど汚れてますからね。ちょっと洗ってみましょうか。洗った白菜はこっちにね。あとね、ニンニク生姜ね、3g ずつ。あんまり入れちゃうと、全部ニンニクと生姜の香りに支配されちゃうんで、3g ずつぐらいがいいです。3g だと半かけぐらいかな、両方とも。これぐらいだと思います。はい。で、みじん切りにします、これ。これ入れないとね、香りがつかないんでね、至高の中華丼だったら入れた方がいいかな。なければ、もちろんね、生姜と
ニンニクチューブとかでもいいんですけども、まあ、できれば生使っていただいた方がね、僕いつも言ってるんですけどね、はい、で 3g ずつでいいです。これ入れるとね、かなり香ばしくなって香るんでね。だから意外とね、中華丼ってね、必要な材料多いんですよね。だからなかなか家で作らないっていうふうに思うんですけども、なんかね、これ考え方によってはね、一皿でものすごいいっぱい栄養が取れるっていうことでもありますんで、中華丼はね、お野菜余ってたらっていうか、買ってでもやった方がいいかなっていうふうには思いますね。はい。ただこの中華丼はマジで、中華さんが食べるより美味しいです。で、お肉なんですけども、お肉はね、50g なんです。こうやって、細切れなんですけども、こうやって細かく切ってください。細かく切った方がね、一口ずつこのお肉が当たるんでね。あとは、ご自身の好きな具材ね、小松菜やめてほうれん草とかでもいいですし、ね、人参なかったら入れなくてもいいし、そういう風なのは、いい感じにやってください。アレンジも大事ですから。肉切ったらね、まな板洗ってくださいね。肉っていうのは菌がね、かなりついてますんで、そのまま他のお野菜とか切ると、菌がね、お野菜について食中毒になりやすいんでね。じゃあ最初から肉最後に切れよって思うと思うんですけど、このキクラゲの存在を忘れてました。キクラゲは全部半分ぐらい切っちゃってください。あんまりでかくてもね、こんな感じですね。で、これも置いといて。キクラゲ食感になりますんでね、入れた方がいいと思います。キクラゲってね、業務用スーパーとか買っとくと、保存ができるんでいいんですよ。で、シーフードミックスはちょっとイカがでかかったんで、イカだけ半分に切ります。まあ、本当はなんかこうやってイカっぽくね、なんかこう切れ目を入れてあげるのが一番いいんですけど、これはやってもやんなくてもいいです。こうするとね、切れ目ができて味が染みるんですよね。あとプリッとした食感になります。はい、そしたら今度は炒めていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。ごめんなさい、これね、炒めようと思ったんですけど、炒める前に汁作ります。中華丼の餡の部分ですね。餡の部分今から作っていきます。ソーミシャンタン使ってるんで、ソーミシャンタンを小さじ半分、水は 180cc です。ここにどんどんね追加していくんですよ、調味料。砂糖、甘みつけるための砂糖小さじ半分で、お醤油、まあ、これ味作りですね、小さじ2杯です。そしてお酒が小さじ2杯。これね、皆さんあんま真似しない方がいいです。はい、小さじ2杯。ね、デカパックだとね、めちゃくちゃ出ちゃうんですね、ドバッ。僕は訓練してるから大丈夫です。そしてオイスターソース小さじ2杯で、片栗粉。中華丼作るときに皆さん片栗粉って水溶き片栗粉を最後に加えてますよね。あれやるとめんどいんですよね。なんで僕はもう片栗粉を入れたこのスープを作っちゃうんです。これをやっとくと非常に後で楽です。で、味変わんねえから、これをジャーッと後で流していくんですよ。そうすると非常に簡単。普段であればお水入れて調味料入れてグツグツグツってやったから水溶き片栗粉やると思うんですけども、僕の中華丼はこれ後で入れるだけです。はい、そうする方がスピーディーでお野菜もシャキシャキに仕上がるんで。はい、じゃあやっていきましょう。飲みながらね、楽しくやっていきましょうね。まだちょっとごめんなさい、シラフなんでテンション上がってないですけども、すみません、すぐ上げますんで。最近は僕のテンションの上がり具合を見に来てるっていうね、方もいらっしゃるんで、上げ上げエブリナイトでいってます。はい、 DJ リュウジでやっていってみましょうと思います。お待ちを待ちます。まず油大さじ1杯引きます。これでかな。中華の基本は手元に全部材料を置いておくのが基本ですよ。じゃないとまごまごして野菜に余計に火が通っちゃったりするんでね。で、この状態でご飯温めておきます。僕はこのいつも至高の炊く米を事前に炊いて冷凍してます。 200g でね、大体これ3、4分で解凍できるので温めておきます。じゃあこれから炒めていきますよ。はい、皆さんね、中華はね目離さないと言ってくださいね。これね、まずニンニク生姜入れます。ニンニク生姜がね、いい香りをね出してくれるんでね、グレードがアップしますから、中華の。まず炒めます。これ焦がさないでくださいね。で、ここで豚こまね、まず入れます。あ、豚こま入れたらね、軽く塩コショウしておきましょう。軽くでいいですよ。はい、で炒めていきます。肉の色が変わったら今度白菜入れます。白菜はね、葉の部分と茎の部分ね、芯の部分、両方入れちゃっていいです。はい、これ入れていきます。白菜は結構多いですね。まあ、でもすぐで縮んじゃうね、白菜はね。で、これ順に入れていきますよ。次、人参。人参です。で、小松菜。はい、で、タケノコ。で、シーフードミックス。で、シーフードミックスはこうやってちょっとね、水気絞って入れてくださいね、これね。これ入れていきます。で、これをちょっと炒めていく。今回の中華丼は具だくさんなんで、非常に具だくさんです。一口にかなりのお野菜が食うような感じになるかも。これをまず炒めていく。野菜すぐしんなりしてくるんで、きくらげ、うずらの卵、こいつも入れていきます。うずらの卵とかはね、正直入れなくてもいいんですけど、もちろん入れた方が中華丼っぽいので僕は入れてます。で、ここでお野菜が全部入ったので、塩コショウを少し
軽くね、あんまり入れすぎちゃうと味濃くなっちゃうから、下味をつけて、お塩の浸透圧がね、働きますんで、野菜が炒まります。でそうするとね、一番炒まりにくいのは、人参と白菜あたりなんで、ここら辺が炒まったら全然 OK なんですね。これね、材料切っちゃったら、ここからは早いですから。ほら、人参があるとすごく綺麗でしょ？人参も薄く切ってありますから、早めに火が通ります。はい、こんな感じね。こうなって、で全体が炒まってきたな。あ、お野菜炒まってきたな。肉の赤色ないな。シーフードも炒まってきたな。っていう風になりますから、そうしたら、さっきの混ぜた液。これね、片栗粉沈んでるから、絶対入れる前によーく混ぜといてくださいよ。はい。で、スープを入れていきます。はい。で、今、終始強火でやってます。はい、で、注いでいきます。そうすると片栗粉も入ってるんで、すぐね、すぐこれとろみがついてくるんですよ。ほら見て、もう中華丼でしょこれ。あんまりグツ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 やりすぎると、これ今度ね、水分が全部飛んじゃうんで、これぐらいでいいです。入れて沸いたら弱火にしてください。で、味見します。完璧ですね。で、あんまりグツグツ煮ないでいいです。はい、炒めで火が通ってるんで、味を見ながらやってください。あんまりにも濃すぎたら水入れてくださいね。そしたらもう中華丼のあん完成。だから今度は、ご飯を持って、中華丼を入れていきます。で、今回僕ご飯 200g で僕いつも設定してるんでやるんですけども、多分ねこれね 300g ぐらいいけると思います。あんがね結構大きいんでね、容量がでかいなんですけど、今日は 200g でやります。だからね、大盛りで食べたいっていう方も安心ですもんね。中華の時はね、僕真剣だからねいや、いつも真剣なんですけど、なんでビール飲む暇なかったですね。ね、これさっき沸かしたあんをですね、入れていきます。こんな感じでね。あら、うまそうですねこれ。僕のね、中華丼はね、野菜を食べる中華丼なんで、めちゃくちゃもりもりです。人によってはね、2人分でいけるかもしれないですけども、僕はね、1人でこれ食べちゃいますね。贅沢な中華丼でしょ。これはね、銀座あたりでね、出てきてるんで、いけると思いますよ。やっぱキクラゲの黒が入ってるとすっごい中華感増しますよね。もうね、何品目もバランスよくされてるんで、ご飯ねこれだけでいいですよ。めちゃくちゃ栄養取れます。で、今回あえてごま油入れてないんですけども、お好みで入れていただいてもいいです。ごま油の香りの方が好きっていう方もいらっしゃるんで、これは好みです。はい、ということで至高の中華丼完成。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。これね、俺大好きなんだよね本当に。一応ね、このね、至高のレシピっていう本に載ってるんですよ。まあ僕の最高傑作って言われてるね、至高のレシピって本ね、書籍とかで手軽くチェックしたいっていう方は見てください。じゃあいただきます。とろとろ、あーうまっ。味めっちゃちょうどいい。タレの配合が完璧。醤油とオイスターソースなんですよね。で、少しの砂糖で、ニンニクと生姜の香味も香って、すんごい美味しい。こんな丁寧でコク深い中華丼はなかなかないです。うまっ。ただね、ここでね、最高に美味しいんですけど、味変かもしれないし、いきたいと思います。もうね、中華のからしやるんですよね。からし僕好きなんですよ。あとごま油、まあ僕なんか辛党なんで、ラー油ね、これちょっとかけてからし、これダブル使い、これめっちゃいけますよ。これパンチくるわ。これごま油もともと使ってないので、ごま油のパンチが効いてくるとめちゃくちゃ食べ応えがあります。ご飯なのにつまみになっちゃうんじゃないかなこれ。で、これね、中華丼の丼抜くと八宝菜なんで、八宝菜が食べたい方は丼抜いてくださいね。丼抜いてつまみにするのも僕は好きです。はい、その場合ね、もうちょいとろみつけた方がいいかもしれないですね。うまい。これこの世に現存する中華丼の中で一番美味しいです、僕的にはですよ。じゃあ本当に美味しいのか、スタッフ集合。バイバイ。いただきます。いや、うまそう。お、すごい、食感がすごい。割とね、順に野菜入れてったんだけど、あの順番が、ね、一番よく炒まるんだよね。もうシンプルにうまいでしょ。シンプルにうまい。ド直球なんだよね、うまさがね。シーフードのプリプリだね。凍ったままでやると結構縮んじゃってゴリゴリになっちゃうんだけど、塩水で戻しておくとプリプリする。本当うまい。マジで中華屋さんに負けないと思う。でもめっちゃ簡単だ、実は。確かに切ったらあとはもう、切ったらあとは調味料混ぜとけばもうジャッとできるから。ボリュームもすごい。これ1個で
めちゃくちゃ野菜取れるから、うん、であと動物性タンパクも結構入ってるから、うん、だから他いらない、うん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 、もうこれ一品だけでいい、うんうん、確かにこれもペロッといっちゃうね。ラー油いってください。このからし少しつけてもね、そうするともうビールに合うやつになりますよ。うまっ。あ、いいね、パンチが効いちゃうんだからね。そうするとビールが入れちゃうと。あ、これでビールとやばいわ。からしもね、合いますよ。俺が昔働いてたホテルの社食だとついてた。うん、めちゃめちゃ合う。からし合うでしょ。うん、昔ながらの中華さんとかだとからし添えてくるところもあるよね。うまっ、これめっちゃうまい。結構うまいでしょ、うん、あとはやるんだったらお酢ちょっと垂らしたりとか。うん、からしってこんなに合うんだね。そう、合うんだ結構。うまっ。意外、あ、そっか、意外と知らないのか。なんか一般的には分かんない。俺はなんかそういうイメージはまだかったから。そうだね、ないかも、うん、ないかも、ね、うん、はい、いや、最高でした。もうこれそのド直球、ド直球、ドストレート。ということで、僕のドストレート、ド直球、はい、ダルビッシュ級の速球どうでしたでしょうか。マジでうまいです、これは。はい、マジでうまいから、あんまりテンションとかごまかさなかった感じがしますね。僕は中華は、マジで陣持ってるんで、この至高の中華とものすごくお野菜も取れますし、シンプルにめちゃくちゃうまいです。なんで皆さん、ぜひやってみてください。花粉症だな、はい、そう、いや、酒焼きじゃね、酒焼きな、うん、多分酒焼きだろ、これ酒焼きじゃないかな。あ、そう、じゃあちょっと鼻声らしいんですけど、花粉症って認めないからね、俺は、うん、36、35年間なかったから。